폭발 소리와 함께 위풍당당 등장하는 한 사람. 가볍게 경비병을 처리한 뒤 안으로 들어가는데 하이다이시카. 고코와 오마에노요나 게센노모노가 아시오 흠이이레테 이토코로데와나이. 히자마즈케 이노치고이오시루. 라며 건방지게 굴었지만 이미 매수 완료된 녀석들 칼 한번 쓱 들이밀면 이건 뭐 황제 자리 내어줘야겠죠. 걸개의 성공에 폐퇴자에서 황제가 된 남주. 그런 남주가 은밀하게 방문한 곳이 있었는데 문에 다가서자 그들을 공격하는 무언가. 닭이 나왔다. 이건 귀중한 개조사. 혹시 殺せば 오누시데와 도테모 와가나이네. 기오츠케루가요이. 그녀의 정체는 오비. 비는 비인데 밤시중을 드는 일 없는 특별한 비였죠. 메가미 である 우렌년년이 仕えていた 미코노 末에 우히노 不思議な 術に 傾倒していた 皇帝たちは その 力を 独占するため 皇宮に 囲い 特別に 妃の 位を 与えた. 따라서 그녀에게 부탁이 있어서 찾아온 것이었으니 주사, 기도, 우세모노 사가시 頼まれれば 何でも 受けよう. それが そなたの 役目だと 聞いている. この耳飾りの持ち主を知りたいと言ったら断る持ち主なぞお主が一声かければすぐに知れよ. 그러자 플랜 B에 나서는 요망한 남주. 스윗하게 손을 잡은 채 여주의 이름을 물어보았으니 주셋가 요이나다. 하지만 소매가 걷어지며 황급히 추방하는 여주였죠. 물론 거기서 포기할 남주가 아니었고 소나타니贈り物を持ってきた. 하そんなもので人を釣ろうとは 긴스모 카미카자리모 이라는. 라고 하기엔 기가 막힌 냄새가 나는 만두를 가져왔으니 하, 이건 뭐 참죠. 하나시다케나라 키티야테모 요이. 고레와 센짓 고큐데 미마와리노 모노가 히롯다 모노다. 이 물건의 주인을 알고 싶었던 남주. 귀걸이에는 유령이 씌어있었고 그 유령을 소환해보는데 무슨 이유에선지 오비를 목에 줄라 말을 할 수 없었고 손목에 있는 표시를 보아 후궁에 있던 비였죠. 저승으로 가지 못하는 그녀를 해방하고 싶었던 남주였습니다. 상냥한 남주의 얼굴에 결국 위례를 받아들인 여주. 조사를 위해 궁을 돌아다니고 있었는데 나니요? 이야다って言うなら 오토사마니 이때 안타노 우치노미세 潰してやろうかしら? 손나! 꼴보기 싫은 상황을 보고 싶지 않았던 여주. 양아치를 쫓아내고 궁녀를 구해줍니다. 궁녀와 함께 일하며 이것저것 물어보는데 이러이러했단데쇼? 호라, 센테의 오키사키사마가 오키사키사마? 권력 다툼에 휘발려버렸던 남주. 어머니를 살해당한 건 물론 폐퇴자가 되어 몇 년이나 유폐되어 있었죠. 데모 미카도와 아키라메즈니 치카라우 다쿠와에테 켓키시타노요. 고타이고사마니 오모네테이타 칸디야 칸간오 나카마니 츠케테. 知らなかった. 미카도의 母親以外にも 不幸な 死に方をした 키사키はいたのか? 首を吊って死んだとか? 맞다. 首を吊った 키사키がいたのか? 그러자 짬킨 궁녀에게 자세한 설을 듣는데 その 키사키様は 半王女って人よ. 그녀는 개싸가지 없는 세 번째 비의 궁에 살고 있었는데 싹퉁바가지 탓인지 세 번째 비는 독살을 당해버렸죠. 근데 반응 여방에서 독살의 증거가 나왔고 범인으로 몰려 목을 맺고 자살했다고 합니다. 本当に 산노 키사키를 殺したのか? 他のものが仕込むことも可能であろう。そりゃそうよ。ここで起きることは何だってそう。人の死も高級では娯楽なのだな。帝類級の様子はどうだ。今のところ不審なことはありません。皇太后はおとなしく幽閉に甘んじているような方ではありません。先帝をそそのかしターチャを敗退しに追い込んだ女です。どうしてあの時首をはねなかったのです。母君の仇のその首を。 그렇습니다. 골기를 일으켰을 때 원수인 황태우를 죽이지 않았죠. 처벌에 달을 각고とした 증거가 필요하다. 증거나도 이마노 타자나라 소레라시 죄를 짓고 처형することなど. 소레데와 아노 온나토 오나시다. 오나시 테츠와 후마나이. 남주의 어릴 적 어머니를 춤을 추게 시켜 망신을 주었던 개싸가지 황태우. 왜 웃음이 されても 고라에ているのですか? 왜 함카오도しないのですか? 어린 마음에 어머니에게 불만을 토로하는 남주였고 그날이 어머니를 보는 마지막 날이었습니다. 오카사마가 대고를 나사라나갔다노와 아나타사마니 기가이가 오요부노를 오소레테노 코토데스요. 일석이일석이 아노 온나노 이시오 우바이
逃げ道を塞ぐ。法の上でも断りの上でも完璧な理由を見つける。母上を無ごたらしく殺したあの女を許しはしない。그날밤연못에서머리를감고있는여중그러자아름다운은발에머리카락이드러났으니우연히그모습을보게된남주였죠왜은발을숨기고있었던거야이마와시키긴파스와전왕조랑케의아가씨一人残らず反逆者の首をはねよ。따라서여주를검은색으로염색시켜주는엄마였으나그순간잡으러온병사들구석진곳에여주를숨긴뒤병사에게잡힌엄마였습니다뒤늦게엄마를찾아봤지만머리하나만덩그러니있었죠아노긴팟와전왕조노이케노소바니우츠바오와스레테이타소ここに置いておく今夜はもう帰る今夜私は何も見なかった。다음날여주를찾아온궁녀뒤늦게여주가오비임을알게된그녀였죠오누시には私の次女になってもらいたいのだ。え？私のための次女を選抜するという名目で女官帳簿を閲覧した。例の首を吊って死んだ妃、反王女のそば使いの次女の名前が分かった。じゃあ私を次女にしてくださるっていうのは？次女を選ぶと言ってしまった手前、お主の名前を使わせてもらった。어쨌든반행녀의시녀가있는곳으로들어왔는데어째분위기가좀그렇다그러자둘을감싸위협을했고튀어보려했지만다행히구해주는누군가가있었죠나이조지에세사마의명에고해를오세쓰리ました아야츠라와나니모노다오소라쿠皇太后の手の者かとあの宦官は衛星の手下ではないのか存じ上げません어쨌든안내에따라반행녀의시녀를만나려고하는데舌を切られたのかむごいことをする정확한얘기를위해여주의궁으로데려옵니다今から事情をしていた者に話を聞くここで待て私が文字を書けると知られたら殺されるだから書けないふりをしていました誰がお主を殺すというのだ皇太后様세번째비를죽인범인역시황태후였고반행녀역시계략으로인해범인으로몰렸던곳한왕조様は自ら首を吊ったのではありません三の妃殺しの罪を着せられるために殺されたのです한왕조の言い名付けだったという男の名は각고그정혼자를만나기위해남자로변장해잠입한주인공들あの時は宦官の服を着ていたな반행녀가독을넣었을리없다며조사를하고있었던거였죠어렸을때부터정혼한사이였던둘후궁에들어가면서귀걸이한쪽을증표로줬던것이었죠하지만후궁에서귀걸이를잃어버렸었는데그걸남주가주었던것이었습니다간곡한부탁으로반행녀를소환해주는여주소스이주세트난다그러자귀걸이나머지한쪽을건네주는데대체왜남주가가지고있는거야어릴적반행녀와대화를한적이있었던남주귀걸이와관련해얘기를나눴고その耳飾りをくれと買ったのだ大事な相手が生きている彼女に嫉妬して彼女は耳飾りをくれた微笑んでいたよ私は耳飾りを取り上げたことをすぐに後悔したがいつか返したいと思っていたのだ귀걸이가모이자원통함이풀려본모습으로돌아온반행녀소스이소스이그렇게낙원으로향한그녀였습니다이후감사함을표시하며어느사실을얘기해주는데바로남주의암살을짜고있는무리가있다는것その話はどこで聞いた増書楼です増書楼장소로라면싸가지궁녀가소속된곳이었고어느환가가은밀히서신을주고받는다는소문이있었는데물론사랑의밀담으로소문이났었지만이거암살계획을짜는걸수도있겠죠その救助の上役はその名前が確か紳士でした紳士は皇太后付きの次女だったものだ이거퍼즐이맞춰지죠아니나다를까그퍼즐은모두정답이었고빼박증거까지잡아버린남주였죠드디어완벽하게황태후를처형할수있게되었습니다계획을실행하세요
하였대시오고. 반행녀의 한을 풀어준 건 물론 어머니의 원수인 황태우에게 복수까지 모두 여주 덕분에 풀린 일이었죠. 私が 憎くは ないか? あるいは 私の 祖父や 父が? 憎いというなら 私は 私 自身が 憎い 母を 見殺しに したからだ. 그런 여주에게 약속의 증표를 건네주는데 私は そなたを 殺さぬ という 약속だ. 私も 同じだ. 私も 母を 見殺しに した. お主は 空っぽに なったのだな. そなた、私の妃になる気はないか? はぁ? 갑자기 빠꾸 없이 들어오죠. さっさといいね! 池のほとりでそなたを見たとき 女神とはこういうものかと思ったぞ。 あれほど美しいもの 私は見たことがない。 이 새끼 이거 선수였죠. 그러면서 키스를 하는 듯 했으나 지쳤는지 그대로 뻗어 잠을 자버리는 남주. 아 까비 아깝소. 지친 남주에게 좋은 꿈을 꾸라며 주술을 걸어주는 여주였습니다. 궁에서의 소문은 그 무엇보다 빨랐으니 다음날 여주를 찾아온 두 번째 비화랑 밤시중을 하지 않는 고자남주가 오비의 궁을 들락날락하니 궁금했던 것이죠. 그것과 별개로 위례가 있었던 화랑이었는데 밤에 다시 찾아오 그럽니다. 고교, 뭐 야스인데 여기서. 뭐 냔냔따라, 물나라 오모치시마스도 이때이르지 아리마센까. 항상 혼자해왔던 일들을 시녀들이 생기니 어색한 여주였죠. 다이브 니기야가다나. 두人とも 야매규에 오크고토니 시다노다나. 야, ずっと 소바니 이라레테와. 건반와. 우히니 타노미고토가 아르나라, 와타시와 세키오 하즈시다 호가 요카로우나. 이에, 이테쿠다사테 겟고데스요. 그녀의 미래는 이 피리에 관련된 것이었는데 その人が 私の 元へ 帰ってこないから ならないのでしょうか? その人というのは 私の 恋人だった 人です. 3년 전 그는 세상을 떠났고 그의 영혼을 기다리며 피리를 걸어놨지만 한 번도 울리지 않았죠. あなたに この 花笛 を 鳴らすことは できますか? あの人を呼べるでしょうか? それがお主の依頼か? 그러자 주술을 사용해 그의 영혼을 불러보는데 呼べぬ. お主の求めている魂は楽土には見当たらない. その玄幽とやらがまだ生きているか 何らかの事情で魂を招くことができぬ状態にあるかだ. 3년 전 폭동으로 인해 목숨을 잃었는데 당시 살아있는 신처럼 받들어지고 있는 어느 신앙 때문이었죠. 그 신이라고 불리는 월화용에 대해 조사하고 있던 중 어디론가 급히 뛰어가는 주인공들. 救助가 1人 姿を消しております。このところ様子がおかしい時が人が変わったようになる時がございました。 まるで別人のように見える時があったそうです。 궁녀의 방으로 가 내비게이션을 소화한 뒤 혼자 궁녀가 있는 곳으로 왔는데 お主は誰だ? 月下王と関わりのある者か? 私は氷月、ラン氷月だ。 ウヒよ。 ラン? お前と同じだ。 よく生き延びた者だ。 私は囚われ 首を落とされた. 이거 대화를 유추해봤을 때 반역자로 몰려 죽임을 당한 전 왕조랑가의 인물이죠. 즉 여주와 같은 집안이라는 것이었으니 꿍꿍이가 있어 폭동으로 죽은 사람들의 영혼을 항아리에 가둬뒀던 것. 오 겐유의 타마시와 그레테야르 소노카와리 타노미가아르 기이테쿠레르나라바 하나스 데키나이토유나라 그 순간 돌을 던져 칼을 떨어뜨렸고 주술을 사용해 영혼들을 해방시킵니다. 우히요, 나ぜ お前は 고규에 閉じこもることに 甘んじているのだ? お前が 望めば 全てを 得られるだろうに. 炎王宮へ 戻る. 王元勇の 魂だ. 帰ってくる春を迎える頃に. 위례의 담요로 고운 옷을 선물 받은 여주였죠. 소나타도 가쇼와 요이 하나시 아이테니나로. 우히토와 키사키토 차노미 바나시오 쓰는 모노데와나이. 히토카이니 우라레타 와타시오 무카에테 레이쇼와 있다. 오누시와 코노사키 코코데 이키테 유카네바 나라니. 소레가 와타시노 사다메다토 스베테 오시에테쿠레타. 우히を頼ってくる者に情を賭けてはならぬ。感情が揺り動かされれば判断が鈍る。 그러자 기울하는 듯 선물을 건네주는 남주. 이란. 이란하게 되면 捨てればよい。
お主ら揃いも揃って。ここは帝の来る場所ではない。ウヒと帝は相入れぬものだ。それはどういう意味だ。다음날여주에게찾아온새한마리あら、ひばりですね。小鳥の声があると華やいでよろしゅうございますね。これが生きたひばりならばな。え？그정체는낙원에가지못한유령이었죠마침종다리공주에관련된얘기를들려주는궁녀였는데亡くなったそうです。池に足を滑らせてかわいそうに。따라서그유령의한을풀어주기위해조사를하는여주였는데그곳엔종다리공주를기리기위한꽃이놓여있었죠どうやら姫と親しかった者がいるらしい。話を聞いてくる。근처궁에있는신녀들에게이야기를듣는데使いをしてた人なら何か知ってるかもね。今どこにいる。今の隠し様の事情をしてるよ。그러면서학비님의신녀인게부럽다고수다를떠는데신녀들에게고급옷감을퍼주기로유명한대인배학비였죠普通どの宮でもそうしたものはあるのか。ないとこにはないのよ。ないところは外れってこと。外れ。자신의신녀에게꽝으로읽으시고싶지않았던여주줄게없나확인하던중ジュジュ、これをやる。これ陛下から賜ったものでしょ。いただくわけにはいきません。しかしもらえる方が良いのであろう。そんなに物欲しそうに見えましたか。あんまりです。なぜ怒る。やはりここに人を置くべきではないのかもしれないな。声に元気がないな。何かあったか。うるさい。여주가하던새조각을다듬어주는남주엄청난손재주를가지고있었죠トリを掘るために来たのではなかろう。そなたにこれをやろうと思ってな。그곳엔개꿀맛꿀타래가들어있었죠少々意見を聞きたいことがあるのだが。なるほど。事情を怒らせてしまったが、その理由がわからないということか。そなたは書生に長けているとは言えない。聞きかじった話を真に受けてつまらない真似はしないことだ。그건자신의선물을줘버린여주를저격하는말이었으니人の贈り物を勝手に他人にやるやつがあるか。捨ててもよいと言ったくせに。次に来るまでに仕上げておく。それから次女に何かをやりたくなったら食べ物をやるといい。다음날연못에꽃을두는신녀를발견한여주お主を待っていた。私をあすらっておるのか。いえ、季節の変わり目になりますと咳が出るだけでございます。ひばりの勇気だ。知っているか。はい。あれをラクドへと送ってやりたい。そのために姫のことを聞かせてほしいのだ。종다리공주는건강이좋지않아누워지냈는데건강할때는직접야채나꽃을키웠죠姫様は私に優しくしてくださいました。なのに私は救助の身でありながら姫様と言い争いをしてしまったのです。하지만그게마지막모습이었고연못에서발을헛디뎌돌아가신것이었죠つらい話をさせて悪かった。どうかあのひばりをお助けください。私には姫様そのもののように思えてなりません。생각에잠긴여주를찾아온남주모든퍼즐이맞춰진그녀였죠평소환절기마다기침을했던신녀였고연못에자란약초를캐서신녀에게먹이려고했으나그만발을헛디뎌변을당한것이었습니다남주가완성한새조각에주스를부렸고さあ、お主もあの鳥を追うがよい。姫に伝えてやってくれ。十条は今もお主を思っていると。ありがとう。なんだ。なかなか懐いてくれない猫がようやく懐いてくれたようで嬉しくなった。まったくもって、かけらもほんの少しも懐いておらぬ。진짜여주너무귀엽죠。なんだこの鳥は。そなたに似ている。小さいからか。小さくて愛らしい。그리고는진지하게궁녀와하야하라고조언을해줍니다종다리공주의일화도있겠다솔직하게상황을설명하고사과하는여주였죠냔냔謝ることではございませんよ。事情を置くのは初めてだから勝手がわからぬだけだ。그리고여주가머리를물들이는것을알고있었던둘진심으로그녀를따르기로따짐하며함께꿀타래를먹으며갈등의타래를부는그들이었습니다과연오비에숨겨진비밀은무엇일까요여주와남주의관계는어떻게될까요지금까지후궁의까마귀였습니다 소나타와思ったより可愛いな。